タレントの壇蜜36が自身の結婚観について語った。壇蜜は24日深夜放送のテレビ東京系巷の話に出演。両親の馴れ初めが電車で席を譲り合ったことだったという運命的な出会いについて語り、自身も、私も大体運命というか、友達の紹介で知り合うというよりかは、運命っぽくなってお付き合いがスタートするケースがあります、と明かした。しかし、運命は長続きしないんですよ、という壇蜜。司会の笑福亭鶴瓶から結婚に向いていそうだと太鼓判を押され、交際相手に対して、何でもやってあげますね。だから女の人が自立するみたいなことに対してやいのやいの言われちゃうのかも。何でもやってあげるって男女平等じゃないじゃないって。でも男の人がゴミ出ししたりとかパンツ畳むのを見たくないです。やってあげたい、と語った。